先行クリア、高校アンビ DJ は Blaze Run it。 お前ね、一つ言うぜ、岩手のやつがアンブリに来ても何も始まらないって話がね。 UMB だぜ、バトルうまいやつじゃねえ。誰が一番レプレゼンできるか、それを決める大会なんだけど、こいつどうや。自分の街の話もしない、アンモリの現場でもお前のことなんて見たことない。人徳のことはお前じゃ倒せねえ、今日は俺しかいねえ。お前ら分かったなら帰って帰れよ、マジで。いや、俺が青森漁船に出たのは11月5日にある岩手漁船に待てねえからだよ。犬よりも待てねえ、俺はバカだ。でも今ザザル言えるぜ、俺はラッパー。あんたは仲間のことばっか向いてラップをしてて、そうやって過去の栄光にしがみついてるだけ。マイクがなければただの半端も、マイクでかませば半端ねえだろ。いや、全然半端ないラップじゃないじゃん、それ自分の地元でやるよ。バカじゃねえのお前マジで。えいや、じゃあ自分の路線出れなかったら青森出んのか。青森出れなくても俺そんな岩手とか絶対出ねえわ。おめえと違えんなってやってきたこと、青森の芯腐ってるからフックアップしてんじゃねえの。おめえに分からねえこと戦ってんだよ。プレッシャー全部背負って今日はチャンプになるんだよ。いや、その背負ってるもんはすげえと思うよ。そこはリスペクトするし、かっけえとも思ってる。だから芯と芯でしっかりぶつかってる。だけどそういうことばっかり言ってんじゃねえって話。俺だって世界を変えに来たぜ、自分の世界観。だから願いが叶うなんて思っちゃいねえか。視野も広げれば鳥かごもでけえ世界。岩手から青森に鉄拳制裁終了。いや、オッケー。それでは勝者を決めたいと思います。先行クレハがやばいと思ったやつ、高校アンビがやばいと思ったやつ。わお、まずはクレハ、ジャッジの方に行きたいと思います。 Ready ジャッジ、勝者クレハ。いや、アンビにも大きな拍手。